3日のプロ野球工事で巨人はおこえる外野手を出場選手登録した。おこえは開幕1軍入りを果たせなかったものの、イースタンリーグでは9試合に出場して打率393と好調をキープしていた。代わって梶谷隆行外野手の出場選手登録を抹消した。梶谷は3月29日に東京ドームで行われた阪神との開幕戦に、 3番、右翼、で出場し、今季1号を放っていた。オリックスは3日の西武戦で今季初登板、初先発予定の山下俊平太投手を登録。2日に先発登板したルイス・カスティーヨ投手の登録を外した。西武はブランドン内野手を抹消、阪神は石井大地投手、島田海里外野手を抹消した。